次はデザインの変更点です。譜面立てです。今回中央にオーナメントバッジを取り付けました。またカーブしたデザインを取り入れることで楽譜の悔しさはそのままに圧迫感のないスタイリッシュな印象にしています。またフロントパネルは従来モデルに比べましてスリムなボタンを採用し、また文字は細いフォントを使っておりますのでよりシンプルでスタイリッシュな印象を強めています。さて、ここから音タッチについてご説明いたします。まずは音源からです。で、今回の音源はスーパーナチュラルピアノ音源です。スーパーナチュラルピアノ音源の特徴は、さまざまなグランドピアノの一軒一軒鳴りや響きを再現した88件マルチサンプリング、そして弾く強弱によって5段階に変化する、そして自然な減衰、これらによってダイナミックレートが広く表現の幅の広い音源、こちらが当社のピアノの強みとなっております。ピアニストの方がこのようなご意見というのをいただきまして今回開発しました。それがダイナミックオーバートーンです。グラフでご説明します。こちらのグラフは右側に組み従ってタッチが強くなります。そしてそれに伴って音量、そして色の濃淡で表していますが音質が変わるというグラフになっております。今回このダイナミックオーバートーンにより強音時特有の倍音変化を再現しました。ですのでこれまでの中弱音の繊細な表現に加えまして強音時にさらに伸びのあるきらびやかな演奏表現を可能にしました。では続きまして88件ボイシーについてご説明いたします。こちらもお客様からいただいた意見をもとに開発しました。88件ボイシーではこれまでの音程に加えて音量、音質を一件一件調整することができます。つまりこれまでの自分好みの音にする、そういう考え方に加えまして置いた部屋の音響特性による、そういった調整ができると。これが88件ボイシーになります。これらの設定は本体に保存することはもちろんですけれども USB メモリに保存することができます。ですのでお客様同士でピアノの設定を交換し合ったり、もしくはお好みの設定を他のピアノに再現するといったことも可能になります。今回の新製品ではこれまでの PHA3 鍵盤にさらに改良を加えた PHA4 鍵盤を搭載いたしました。 PHA4 鍵盤の特徴は2つあります。1つ目はセンサーです。従来のセンサーに比べまして打鍵検出の解像度を100倍以上に高めました。これによりこれまで以上に繊細なタッチに応えることができます。今回はこの鍵盤のクッションを改善することで静粛性を向上させました。クッションを改善した、それだけと思いかもしれませんけれども、クッションを改善することで静粛性を向上させるというのは非常に簡単です。ですけれどもこのタッチ感を損なわずに静粛性を向上させるというのは非常に難しいことになります。今回はこちらの2つの2箇所になりますが、このフェルトの素材、そして手前側は積層構造になっておりますけれども、その素材とその組み合わせ、こちらの方を試行錯誤いたしまして、タッチ感を損なわずに静粛性を向上するというものを実現しています。この HP508 を弾いていただいた感想をお聞かせいただきたいと思います。後ろにマイクがあります。いかがでしょうか、今回の HP508 ですが、以前のシリーズからよく、演奏させていただいているんですけども、ローランドのピアノは本当に表現力が豊かで、アコースティックさながらの、自由自在な思い通りの表現ができて、いつも大変気持ちよく演奏させていただいているんですけども、ちょっと欲を言うと、先ほどコメントにもありましたようにちょっと大きな音を出したりとか、あとカツンと迫力のある音を出したりするときに、その頭打ち感があるなとか、それが時に少しちょっと電子音っぽくて痛いなって思ったりするときが、ちょっとあったんですけども、今回それがすごく良くなっていて、低音、特に低音の音色が本当に伸びが良くて奥行き感のある、音色で、あとそのセンサーがすごく良くなったことで、今までよりもさらにこう自然に指についてくる、それによってさらに多彩な細かい表現まで、本当に自然に思った通りにこうピアノの音が出てくるというのが大変弾きやすくて気持ちよく演奏できると思います。